ウクライナに西側が戦車供与ということになりますでねイギリスはチャレンジャー2すでに供与を表明してましたけどもドイツ、アメリカこれは一旦出さないみたいになったちょっと先送り先延ばしみたいになったでそれ前回ですねどうしてかというの背景に行って、まあ、もうちょっと先にはやがて当然戦車は出すんだろうけどって私も言いました言いましたけども結果ちょっと先になる理由はなんて喋っていたら今度はすぐ供与ですよ。 手のひら返したこのことですよ。もう嬉しい。私にとっては。 嬉しいっていうかですねウクライナなんとかしなきゃいけない時間との戦いだと思ってますから訓練が待ってるんで戦車の場合はそう簡単にすぐ実戦に使えないというのがあるからこれはですね私にとっては嬉しい誤算ではありますけれどももう数日以内にドイツもアメリカもパーンと今日よって手のひら返ししたわけですね。これどううしててかということといこここなんですよねれれ考えてみるとでこれはね私も後手踏んじやったわけですけど今日はどうしてかってことも一生懸命調べましたんでぜひ聞いていただきたいと思いますね。まずですねウクライナには えー、そもそもです、ね、今回のドイツ、アメリカ云々の戦車じゃなくてそもそもポーランドそれからチェコの方からです、ねえー、ロシア製の戦車 T72 というのがです、ね、トータルで300両ほどこれ、は送られてるんですよウクライナにだから東部で硬着、硬着って言ってますけれどもなんとかこの、ね、T72 を全部使い切らないで東部でガーッと五分の戦いを硬着させてくれと。そ,れでそっから先 もう西側がどん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 ん送り込んでいる装甲車とか歩兵戦闘車とかこれから渡す戦車をどんどん無駄遣いしないでくれと何とか持ちこたえてもらってそしてロシアの陽動作戦に引っかからない乗っからないで視力を振り絞って頑張ってくれそして我々が戦車を渡すから。 さあそれを訓練して一気に持ってって勝負どころまで何とか我慢してくれよもともと戦車ないわけじゃないんだからオタクはウクライナさんと言ってるような気配がかなり伝わってきました。な、ま、ん、あ、と言っても訓練期間がですね新しく供与されたレオパルド2はじめとしてですね最低2か月はかかるわけですよね。でそれを計算した上で渡すべき時は渡すからってドイツもアメリカもそういう腹積もりだったと思うんですけどさっきから言ったようにポンとそれが反転してすぐ渡したっていうのはまず一つにはですね ロシア側がまあ去年の2月の24日に首都キーウの侵攻を図った大規模な連帯で入ってきたけどもそれは全くできないで失敗に終わってこれは敗退した一旦ロシアがまたキーウ再攻略をロシア側が不信をかけてやろうとしているっていうふうにブラフであろうが何だろうが言ってるってことは今訓練期間がたくさんかかるってことを見て取ってロシア側が早めにやってきたらこれはえらいことだっていうんで一応。 訓練期間もあることだから早めに渡すわというふうに戦車になったんでしょうしもう一つはですね決定的だったのはやっぱりロシアがですねドニプロの民間人のアパートをししましたよねでこうやって民間の方が亡くなるということをまざまざと常に起きているんだけど大きく大規模に出てくると国際世論が許さないという。 これ毎回死んでいることは騒がないのに変だというのは矛盾はもちろんあるんですけどそのことがありますのでこれはもう国際世論が持たない前倒しというふうに戦車を渡したのかなという,ような見立てになってきます。でそれから元凶からこれからどういう流れになるかという肝心のところをお話し,しますけどもまずマスメディアはですねあのウクライナ内の東部のソレダルここはウクライナも,もう計算した上で撤退したと。 もうここは撤退した方がいろんなもので南部の方に勢力を費やせるだろうということで撤退したなんてことを断片的にマスメディアも伝えているわけですけれども事実そうだと思うんですね。でバフムートこれソレダルよりももっと重要なバフムートっていうところではロシアに関して言うとあの傭兵軍団のワ,ルワグネルグループこれ制圧宣言をソレダルでしてバフムートもとるぞってもう息健康に語ってるわけじゃないですか。ところがですね これはもう断片しかこうニュースで聞いてないとちょっと誤解しちゃうんですよ、かなりそれだらであろうが肝心のバフムートであるとかもう多くの住民の方々が亡くなっているというこの悲劇のもとにさらにロシアがすごい勢いだというふうに誤解しちゃうんですけどそうでもないんです、実は、そうでもないです。これね、ロシアはあの東部のドネツクのバフムートで毎日、1個大隊が800人から1000人ロシアは失っています、この東部のバフムートで。 そして、まあ、あワグネルグループのオーナープリゴジンというここでもよく紹介する人間がいますけれどもこのですねなかなかの大物が戦略的にほとんど意味をなさないソレダルあの潮の街とかですねそういうところを制圧してウクライナ軍を追い払ったとか奪い返したいろいろ言ってるっていうのはですね奪ってるっていうのはですねやっぱりプリゴジンの政治的な意味があるわけです。 戦略的な意味なんかないところでも民間人を犠牲にして命を奪って政治的な意味のアピールをしているわけですねそれはポツとプーチンを見据えてるともっぱらプリゴジンその先鋭隊長になっているっていうような向きがあるんで少なくともロシアの正規軍とは敵対して見せてますだからロシアも一枚岩じゃなくなってきてるってことは前にお伝えしましたけどそういう中でプリゴジンがかなりサンドプレーをやってるところなんで現実にはですね拮抗してますだからそれを硬着硬着と呼ぶわけですよね。 えー、例えばです、ね、バフムートのこの辺り東部に展開している、えー、プリゴジンの率いるワグネルグループの傭兵軍団でいうと例えば5万人の受刑者部隊というのがあります。これもよよく伝えてきたようにです、ね、ロシアで 囚人を刑務所から出して兵士として最前線に駆り出しているという状態ですけれども受刑者の部隊5万人の中でもですね残念ながら亡くなった受刑者それから脱走兵それからウクライナに自ら投降していくっていう流れもありますんで今やその5万人だけを見ても1万人になってしまったということもありますのでそうう簡単にロシアが圧倒していいいるということこででもないわけです一方ウクライナ側はといえばさっき言ったようにソレダルという比較的小さな町の撤退も含めて。 この辺りを嫌な表現で恐縮なんですが、人の命が奪われている中でもですね、ロシアはこんなひどいことをやってるぞということを言うために、ここをキリングフィールドにしている可能性があります。嫌ですけども、多くのロシアの戦力を削ぐことに注力するために情報戦としても言ってるわけです、そういうことをね。 ですから、この東部のドネツクのでヤレ、ね・ソレダルだのバフムートだのこういうことを私は街の名前を簡単に言ってますけれどもそもそもこの東部のドネツクドンバス地方全体で言いますと2014年からロシアとウクライナはずっと戦争をやってるわけです去年の2月の24日ロシアの侵攻から始まったわけじゃないんです。 もうこの,の2014年にロシアが侵攻して取ってしまったクリミア半島南部とそれから今言った東部のドンバス地方はそもそも2014年からロシアとウクライナはずっと戦争をやっているわけじゃないですか。でそういう中でお互いに何個師団も入っているわけでウクライナもずっと戦っているわけですから何個大隊も入っているという中でこれは硬着します。 お互いにもう動かないぐらい動けないぐらいの状態でやり合っているわけですからどっちかがワンサイドということではないということを強く申し上げたいんですね。で、だからこそロシアはですねアメリカとヨーロッパの戦車投入というのが予想よりもさらにひっくり返ってまた早くなったということにものすごくプーチンはじめピリピリリしていいると思いますこれは訓練期間このウクライナ側が戦車の訓練期間終わる前にまずロシア側が先端を切り開こう戦線を築こうというふうに思っている。 決まってるわけですねでその時にキーウ最攻略っていうのを高らかに歌っているこれをやれブラフだ無理だろう。 いや本当にやる可能性もあるというところで専門家も分かれているというところだと思うんですがこのキーウというあの首都をもう一度再攻略するのかどうかということについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。ロシアと提携している共闘関係にあるとも言われているベラルーシこのベラルーシは北側ですからウクライナ側から見るとそこから入ってこの首都キーウに入ってくるというわけなんですけれどもベラルーシの軍を整理しておくと4万6千人と言われています。 ベラルーシの正規軍ねでそれからその独裁者独裁大統領のルカセンコこのルカセンコはですねもしロシアの戦いに連携してベラルーシが加わってしまえば今までも加わるか加わるかっていうのなことは断片的に言われてきましたけどもし加わってしまったら前にもこのチャンネルでご紹介したように国内の反発を招くことは必至です。 これ甘いっていう人いるかもしれませんが、私は無理だと思ってます。ベラルーシは加わらないと思います。じゃあロシアのみでベラルーシ側から首都キエフ向かって再侵攻するかっていうと、私は無理じゃないかなと思いますね。駐留ロシア兵がベラルーシに今どのくらいいるかっていうと、1万5千人とも言われています。で、ウクライナの目をこの北側に引きつけるために、これ何をやってるか。ここからは肝心なんですけど、これロシア兵がですね、を乗せたこの列車がロシア側から着くんですよ、ベラルーシに。 駅に着くく万人降りてくるんですよロシア兵がでこのベラルーシ側に駐留していたロシア兵1万人が入れ替わりで祖国ロシアへ帰るんですよ。人が入れ替わるだけなんですよ1万人同士が。こんな動きを見せてるんですね。これはあくまでもですねベラルーシ側からベラルーシの兵も引きずれてロシアが再侵攻するぞキーウ側にということを。 かなり陽動作戦をロシア側がやってるんだと思うんですねでそういうことを考えてもあんまり意味がないんでもちろんベラルーシの中でベラルーシの基地を借りてどんどんロシア兵を訓練をしてもうウクライナ側が攻めてくる春前に ガンガンやろうってロシア側は思ってるとは思いますけどなかなかキーウ再攻略なんてのは無理だというふうに思うんですねだって先ほどもちらっと言いかけたように去年の2月の24日以降ダッていって一気に3日間で首都キーウを陥落してそして傀儡大統領を作れると思っていたロシアは敗退したじゃないですか大規模な軍隊で入ったって無理だったのにさっき言ったことが正しいなら1万人そこそこでベラルーシ側から入ってきて キーを落とせるわけがないというのは私だけじゃ重みがないならアメリカの,あのシンクタンクの戦争研究所もはっきりと言っています。ウクライナは まあ、国境ベラルーシとの国境を接しているところを考えるとかなり強いですすねね国境は固めてますよ、ね、やっぱ2014年から戦っているという見方もここでも応用ができると思うんですよ。やっぱり地帯が広がっているところですねベラルーシとウクライナの国境は北側はそしてそこのたりにウクライナ側は地雷をかなり埋設してますからロシア側が中途半端な大隊で入ってきてもです、ね、そこはやられるだけじゃないかという見方もあります。えそれから ロシアはじゃあどうするかといえばまあ先に自分たちは取ったつもりでいたけどもまた再度奪還されてしまったウクライナ側に戻ってしまった東部のハリキウですねここを狙いたいそれから南部のザポリージャあの原発があるザポリージャのメリトポリこの辺りを この動員兵の訓練が終わり次第ロシア側は攻撃を仕掛けようという腹積もりはあるんだと思いますじゃあそれを認めとっている情報を当然お互いに分かり合っているところでいうとウクライナ側はどうするかというと例のこのところでポンポン二転三点しましたが供与された西側から供与された戦車ですね最新鋭の戦車と装甲車歩兵戦闘部隊戦闘車両ですねこういったものをです、ね、運用と戦術の訓練をやらなきゃいけない。 これ訓練を得えなかったら無用の長物宝の持ち腐れになるんで戦車戦をやるためにはですねとにかく時間との戦いなんですウクライナにとってもロシアにとってもだからロシアが先やろうとしている動きもありますしウクライナとしては3月の末からもう遅くとも4月ぐらいからですねこの戦車戦を仕掛けていかなきゃいけないということになるわけですよ。その場合にですね具体的なこととを言いますと東部方面 この東部のさっきからずっと言ってるですねハリクフのもっと下のドネツク海隈この辺りに関してはですね東部方面はポーランドチェコからあらかじめ送られている T72 というロシア製のやや古い戦車300両余りで嫌な言い方ですまた犠牲者が出るわけですから嫌なんですけど膠着状態に持ち込むぐらいでなんとか踏ん張ってくれということですよねウクライナ側はうううそういう指令が出てると思いますよ。それからいよいよよレオパルト これに関して言いますとですね、えー、ポーランドがレオパルト2出すと14両、えー、さらにこれ非公式ですけど、えー、ポーランドはです、ね、100両提供するって話も伝わってきてますしドイツは思い越し上げて14両というのをさ最後は重くなく早めに14両やっぱり出すよというふうに急転直下しましたけれどもレオパルト1、まあ、古いのも含めるとですね、えー、また 130, 130両ぐらいはですね全時 訓練の方に持っってていいくだろうというようとな情報も入ってきましたスペインに関してもずっと送る送るって言ってますけれども200両ほど持ってますんでレオパルド2はそこからかなりの量をスペインも出すんだろうともう NATO の方にはタブーがなくなりましたから戦車を出すということで,でそうすると非公式な分まで入れて若干お前買わざだろうと言われると思いますけど非公式も入れて大きく含めるとですねレオパルドを レオパルトを300から500両ぐらい集まる可能性あるんでそれでもって時間との戦いで何とか間に合えばウクライナはドーンと来ると思いますどこ行くかといたらやっぱり南部のザポリージャメリトポリだと思いますねそこに進攻してもう一個こを何とか取り返さなきゃいけないというところに出てくる進軍してくると思いますここを進軍する意味は何でかというとここのメリトポリを取るともう目の前に先端に開けてくるのが あのクリミア半島ですでク,クリミア半島にはずっとロシアの国海艦隊に対しても脅し続けてますが何といってもあのアメリカを中心とした高機動ロケット砲システムのハイマースがありますが射程を伸ばさないでももうメルトポリ南部のザポリージャのメルトポリを取ればウクライナとしてはここを このクリミア半島を射程に収めることができるここを何としても早めたいということがあるんだと思いますね。でこれができるかどうかっていうところにかかってる時間との戦いだと思うんですよ。そうするとそうするとクリミアを射程に収めるっていうなったあたりでいよいよウクライナと西側は和平調停に積極的に出ていく和平交渉に出ていくっていうことになるプーチンはもちろん嫌でもプーチンとしてはそこでプーチン政権が倒れるかまた この和平交渉に望まなきゃいけないんじゃないか何らかのロシア側はストーリーを作ってってことになるわけですだけどねこれは当然今みたいに南部を奪還してウクライナがよしこれはクリミアまで射程に入れたっていうところでいい条件を作って和平だってようやくなったとしてもプーチンはですね東部のドンバス もともと2つの共和国をでっち上げてずっと2014年からやってるわけですから東部のドンバスは割譲でロシア側だぞというような条件を出すに決まってるわけですよね。南部だけで、えー、ウクライナは東部あのロシアがウクライナから切り離してもらうぞっていうのはウクライナが OK するわけないんですから東部でそういうことは分かってますからゼレンスキー大統領。 当然ですねふざけんなとばかりに長距離弾をくださいそれから戦闘機を西側アメリカ産送ってくださいっていうふうにヨーロッパ側にも言ってるわけですよだけどこれは西側だって前から言ってるようにロシアがもう本当に完膚なきまでにロシアがやられるなんてことをやったら第3次世界大戦核使うだ使わないだってまたそこのシナリオの方に戻っていっちゃうんでそこまで滅多打ちはロシアはできないっていうことがあるからなんとかウクライナさんとか。 妥協し合おうよ和平を作ろうよって話になるこういう方向に持っていくためにはですね5月以降和平調停のその逆算逆算っていうと。 もうとにかく2か月余りで急ピッチで戦車の訓練最新鋭レオパルトをはじめとして終えてウクライナは戦場に持っていくってことですよ戦車戦になりますからこれ地上戦のさあそこでロシアですけどもこれ最後にこれを付け加えたいと思います戦車戦に関してはプーチンロシア側は本当に必死の覚悟でやってくると思いますというのも77年前ですけれどもあの第二次世界大戦で旧ソ連はですねあの宿敵ナチドイツを 破った大勝利のシンボルメルクマールになったのが当時のソ連の戦車です。戦車っていうのはアイコンになってるわけですよそしてですよ70年以上の歳月流れて今かつてその第二次世界大戦の時のナチと戦ったウクライナの広大な大地の上で時は流れて最新鋭のあのレオパルト2 ドイツの戦車と対峙しなきゃいけないという局面になってくるわけですね数ヶ月以内にこれは引引くににけけなないいいロシアプーチンの戦ととうことにもなるわけですまあそうなりますととにかくプーチンにしてみたら2014年にクルミアを取った段階で勝利を収めたということでロシアの国内世論をかろうじてまとめてきててずっと戦時が続いてるだから去年からの侵攻もロシアがロシア新ロシア勢力のロシア人が虐げられてる戦いで ナチ系を倒すんだっつって特別軍事行動なんてこじつけて入ってきているわけですから引くに引けないということがいよいよ始まるわけですさあ時間との戦いですウクライナ側がある程度訓練が着実に進んでいけばその戦車戦に関して勝利を収めることができるという流れになるわけです